ですか。はい、皆さんこんにちは。10月6日の第53回通貫試験ご苦労様でした。発表は11月の29日ということになります。これから1時間ばかりですね、53回目の通貫試験に関しまして、分析会ということで、3科目の中の重要なポイントに関しまして触れていきたいと思います。担当はレック専任講師の伊藤でございます。よろしくお願いいたします。はい、まず全体的な印象としましては、簡単に言うと、例年よりは難易度低かったんじゃないかと思います。1科目目の通貫業法、これはもう難易度をあまり難しくしようがない感じですよね。ですから例年と同じ形という形で、特に五群選択式の問題もこれ配点25点ありますけれども、そちらの方は普通の問題じゃないかと、そんなには難易度高くない。しかも複数選択式あるいは択一式の問題に関しましても十分ですね。例年は6割合格基準ですね。それを満たすにはそんなには難しくない、十分普通の勉強をなさっていれば取れるような問題だったかなと思います。2科目目の関税法等ですね、ここでは問題の中でちょっとこれ解けないよね、見たことないよねっていう問題ありましたね。五軍選択式第3問、これアメリカ軍との軍との関係ですね、日本とアメリカ軍との相互協力安全保障条約に基づく、こんなとこ多分勉強してる人いないと思うんで、こういうような問題は別段これができなかったからこれやんないといけないよねというようなことはあまり考えないで結構です。もう言葉悪いですけども捨て物にしちゃっていいような問題です。これはね、取らせないために出題されてしているというようなね、受かった解釈もできるんではないかというふうに思います。ただ、他の4つの五群選択式の問題、これ配点大きいですよね。1問あたり、5点になってますから、先ほどの第3問を除けば配点20点ありますね。ここも合格基準というのは11月の29日合格発表の時に初めて、公開されるといいますか、明らかにされるんでね、なかなか合格基準これを満たせば合格ですよということはこの段階では言えないんですけども、例年6割というのは皆さんご承知だと思います。ただ通貫実務科目に関しましては、これは最後の科目ですね。これは難易度によっては 50% に下げられちゃうということはしょっちゅう起こってますんで、その辺のところはね、合格発表を見ないとわからないということなんで、この時点では、2科目目の関税法等に関しましても言えないことなんですけども、2科目目の関税法等に関しましては、これは50点配点ですから6割で30点いけば合格基準に満た、を満たせるという形になりますよね。そういう意味でまた問題の方に移りますけれども、五群選択式4問の5問のうち4問、これはなんとか満点と言わなくても取れる問題ではなかったかなと思います。それから複数選択式の問題でいうと、難しい問題は確かにいくつかありました。第9問なんかがそうですけどもね、第9問これ保税地域に関することなんですけれども、足の1番なんかはこれは難破貨物の定義ですね。難破貨物の定義なんですけれども、難破貨物とはこれは外国貿易船等に積んだ状態のものは難破貨物と言わないんですね。そこから離脱して、日本の陸地に着いたような貨物、これを難破貨物というのであって、積まれている外国貨物、これはまだ難破貨物という言い方はしないですね。それから足の3番目なんか、これは空港における、免税店ですよね。免税店に関することなんで、あそこは保税増地上の許可を持っている場所という形になりますね。
それから足の4番、なんかは保税増地上に外国貨物を置くことができる期間は当該貨物を最初に保税増地上に置くことが承認された日から2年であり、税関庁は特別の事由があると認めるときは申請により必要な期間を指定してこれを延長することができることとされているが、ここまでは一般的な問題文、その後がちょっと見慣れないようなことが書いてある。原油または石油ガスを備蓄用に増地する場合はこの特別の事由があると認めるときに該当しないと。これはなかなかですね、学習なさった方いないんじゃないかと思います。基本通達レベルなんですね。法律というのはまず法律があって、大枠を決めます。その大枠の中で少し細かいことが施行例ということで書かれている。さらに実務的な問題に関しましては、今申し上げました基本通達というレベルでね、書かれているんですけどもね、これはもう実務に直結したような問題であったということなんで、この第9問はなかなかちょっと複数選択式でもあることからなかなか取るのは難しかったかなと思います。それから11問ですね。11問に関しましては、これは足の4番と足の5番ですね。これがちょっと細かい規定なのかなという感じです。4番は特例申告貨物について関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は当該貨物の輸入申告書に当該貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記することを要しないとあって、これは迷っちゃうと思うんですよね。特例申告貨物ですから輸入申告書と特例申告書、納税申告ですね、その2つ分離して申告できるんで、関税の軽減を受けようとするものというところで、これは納税に関する事項なのでもちろん特例申告書には付記するんですけども、輸入申告書にもこれ付記するという形になりますんで、これは、付記すること必要になってくるということになっちゃうんですね。それから足の5番は税関庁は必要があると認めるときは関税暫定措置を第4条の規定により関税の免除を受けた物品の使用者に対し当該物品の使用の状況に関する報告書の提出を求めることができるとありまして、関税暫定措置法第4条というのは、これは航空機とか宇宙開発用の物品ですね、の免税ということですけども、これも細かい規定なんでね、11問もこれは複数選択肢なんで4番5番足の4番5番でちょっと迷っちゃったかなというふうに思います。それから12問、続けて12問ですけども、第12問に関しましては課税価格の計算問題ですね。航空機免税なんかも入ってきたりしてまして、やはりちょっと細かい部分なので12問も複数選択式なのでなかなか取りにくかったかなと。複数選択式この3問がちょっと厄介な問題だったということですね。それから択一式の問題はゼロ回答というようなものがあるんで、そのゼロ回答に当たっちゃうとね、なかなかこれ全部の5つの足の問題文が正確に理解してないと取れないということですけれども、概して択一式の問題に関しましては、そんなには難しい問題出てなかったように思いますね。難しいというんであれば19問、19問、これは延滞税に関する問題でしたね。その中の足の4番が正解詞になるわけですが、択一式の問題はこれは1個だけ選べばいいので、正解詞だけが簡単であれば他の足が難しくなってそれはあまり関係ないですね。1個その正しいものあるいは誤っているものを見つけちゃえばあとはいくら難しい問題文であったとしても問題ないんですが、この第19問に関しましては
足の4番正解詞になってますが、これがちょっと難しかった。納税義務者が法定納期限までに関税を完納しなかったことにより、その未納にかかる関税額に対し延滞税を納付しなければならない場合において、関税法第2条の3災害による期限の延長の規定により、その関税を納付すべき期限が延長されたときは、その関税にかかる延滞税については、その延長した期間に対応する部分の金額を免除することとされている。なかなか触れる機会はなかったような条文だったと思いますが、でも書いてあることはですね、災害が起こっちゃったらその災害の期間は猶予されちゃうよというようなことの内容なんですね。ですので通貫試験の学習というよりも一般的な感覚で考えていただければ、消去法でね、他の4つの足というのは間違いになっているので、ゼロ回答にするか、あるいは4番にするかというところで迷ったのかなというふうに思います。それから択一式問題としましては、23問ですね。23問、これは関税定率法に規定する関税の軽減免税ですね、払い戻しに関するものと、誤っているものどれかということですが、これ正解詞2番、これはですね、学習してる方結構いると思いますけども、変質損傷があった場合ですね、変質損傷があった場合には、課税物件確定の時の前までに変質損傷等があれば、重課税の場合にはこのようなことが言える。つまり重課税率の適用貨物に関しましては、これは変質損傷等によって減価された率、それの率の分ね、減価分だけ課税価格を下げて申告すると、そうすることによって、関税も最終的には下げられるということですよね。しかしこれ重課税の場合はそうなんだけども、重量税の場合はこのような形ではいかない場合がある。重量税というのは、例えば1キログラムあたり何円かかりますよという税率が設定されている分類の番号ですね。そこに分類した場合には重量税になりますが、重量税の場合いくら課税価格下げたって税金には影響してこない、税金を下げるというふうにはなってこないですよね。重量税の場合は、その率で税額を下げるというようなやり方と、プラス変質損傷等をした場合の、その変質損傷等をすればですね、もともとの分類番号が変わってきます。変わってくるので、その変わってきた状態でかけた場合の税額ですね、これを算出してどちらの方が安くなるかというようなことでやるわけなんですね。ですからこれは重課税率に関してだけのことしか書いてないので、重量税率に関することはちょっと適用できないので、これが誤りという形になってくるんですね。それからもう一つ、関税法等の2科目目においては罰則ですね。罰則、これは28問、罰則はなかなかですね、勉強する方少ないと思います。正解詞28問の問題は5になるんですけどもね、これはですね、罰則に関しましてはなかなかやらないという方もいるんでね、これは落としてもしょうがないかなというぐらいですね。以上の問題というのが2科目目の関税法等ではちょっと引っかかる問題じゃなかったかと。それ以外の問題というのは普通に学習なさっていれば十分に取りうる問題だったというふうにね、考えてください。問題は3科目目の通貫実務。通貫実務科目というのは毎年のようにこれ合否を分ける分岐点ということになっておりますが、私の感覚からすると今年の通貫実務科目というのはここ数年、4、5年の感覚からすればやや簡単だったと思います。申告書の問題、それから複数選択式の問題、例年のようにですね、複数選択式の問題というのは得点できないケースの問題が多いんですが、今年の問題は結構解けちゃったんじゃないかなと思いますね。それから計算式の問題に関しましても
これ全問正解しても全くおかしくない。むしろ通貫実務科目においては、申告書問題と計算式の問題、ここで得点を稼ぐということが、例年で言いますが最近の問題としてはね傾向ありますんで、今年の計算式の問題、それから、まあ、課税科学も含めてですけどね、これは満点取らないといけない問題でしたね。それから、まあ、択一式問題に関しましては、ここも正解し、これがそんな難しくないですね。ですので、この部分でも取れたと。ですので通常であれば申告書の問題、これが配点20点、それから計算式の問題、ここが配点10点、30点ですよね。まあ、通貫実務に関しては満点が45点でしたかね。で27点、まあ6割であればですよ、合格基準6割であれば27点取ればいいんで、まあ、申告書の問題と計算式の問題全問取れればいっちゃうわけなんですけども、まあ、合格基準分かりませんから、それ以外のちょっと上がってしまうなんてことも今までないですけどもね、一回もないですけども、ちょっと怖いなって少しだけ考えてます。合格基準、もう試験の時に発表になってないんで、通貫試験というのはなぜ合格基準は発表しないか、一番最後に発表するのかというと、まあ言葉悪いですけども人数操作したりします。そのために難しくなったら合格基準を下げて合格者を出していくという形なんですね。そうすると、まあ、私の感覚からですけども、通貫実務科目、先ほども言いましたように例年よりは難易度そんなに高くないと、むしろここ数年の問題からするといや取りやすいねというふうに思いました。ですから、まあ、万が一ですけどね、上げられるなんてことももしかするとあるのかななんてちょっと心配になっちゃったところなんですが、まあ、外観はそんなところですけどね、ちょっと一問ずつ通貫実務に関しましては、まあ、先ほどの、まあ、関税法とあるいは通貫業法とは異なりましてね、細かいところまで少しずつちょっと触れておきたいと思います。まずは輸出申告書の問題ですね。ここはいろいろな、番号が振ってないんでね、便宜上 一番上から1番2番3番4番5番6番というような番号を振ったと仮定して、これからちょっとお話しします。まず一番最初の問題、グリーンティーですけども、ここでのポイントというのはインナー、バルクインナーバルクフォームということですよね。分類の方を見ると重さで出てるから、重さが出てないじゃないかというふうに、考えた方もいるかも分かりませんけども、分類上ですね、これはお茶ですから9類になりますけども、3キログラム以下あるいは3キログラムを超えるで分かれますよね、0902以降というのは。しかしその後に直接包装したものというような表現、直接包装ということは小売用の包装等にしているわけですよ。でもバルクというのはもう塊です。塊なんで直接包装してない、小分けしてないというふうに考えれば答え出てくる。まあグリーンティーを探すのはそんな難しくないですけどね。それから、2番目のフレッシュトマトジュース、これはもう類中気がつけちゃえば問題ないですね。20類の類中ですね、類中の4番別冊の方になりますけども、20類の類中の4番、トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の 7% 以上のものはジュースだけど、ジュース持ってっちゃいけないよ、2002のトマトの調整品の方に持ってきなさい、ここが分かっちゃえば簡単。3番はですね、これはフローズンコンセントレートグレープフルーツジュースと、まあ、コンセンレイテッドというのは、これ濃縮ですね、濃縮ジュースということで、濃縮ジュースに関しましてもこれは20類のジュースに持ってって構いません。ただその濃縮ジュース希釈して水で薄めて、もうこれも20類のジュース持っていけるんですね。
しかし希釈した場合は、これちょっと余談になっちゃいますけども、希釈した場合は元の濃度にまでの希釈であれば20類の2009のジュースでいいんですね。それ以上に希釈しちゃったらこれ22類の方に持っていくという形ですが、これは濃縮ジュースそのものなのでジュースが該当するところで構わない。問題は4番ですね。4番、これは他のところとちょっと答えが割れちゃったんですけどもね、ココナッツジュース、問題文の方にも、少し、この4番の貨物に関しましては補足が加えられてますよね。1ページの足の6番で、天然のココナッツジュース 80% 水砂糖およびクエン酸からなる飲料とするということで、ココナッツジュースであればこれはココナッツジュースだけであれば2009のジュース持っていきますけども、水で希釈してあるいは砂糖クエン酸を入れているということから2009のジュースの方には持っていけません。もう飲料ということで22類持っていくんですけども、22類持っていって、その後ですよね、悩むのは2202まではいけると思うんですよ。抜粋が2202と2208ですから、2208これもアルコールになっちゃうんでね、こちらには来ない、アルコール入ってないわけですから、2202の中で220210に持っていくのか220290の99か99の方に持っていくのかで悩んじゃったと思います。選択肢も両方ありますんでね、ここで解釈の問題になっちゃいますけども、私の方ではこれは水で割ってるということで、水にココナッツジュース味をつけたというような解釈をすると2202-100003というふうに持っていけるというふうに、レクの方では解釈しました。それから次ですね、5番のスイートポテト、さつまいもですね、さつまいもの調整品ということですから、これは20類ですね、20類の方の野菜の調整品ということで2005の方に持っていきます。それから6番、これはアルコールと書いてあるんですが、アルコールと書いてありまして、ただですね、乾燥ですよね、これね、パウダー状にしてあるドライドパウダーアルコールとあって、アルコールは確かに22類抜粋があります。別冊の方でね、22類に抜粋がある。しかしこれ見るとここに該当するようなものとはちょっと考えられないんですね。2208、そしてこのインボイスに書いてある6番の品名の中で、ドライドパワードアルコールと書いてある、その下にフードプリパレーションってある、食品調整品なんですね、これね、プリパレーションということで、これは21類、その他各種の調整食料品というところに持っていくというふうに判断して、この21類に見たときに2106の最後真っ向ですね、9005-9000しかこれ行きようがないですね、アルコールには持っていけないものになってくるんで、食品調整品用、調整用のこれは粉末のアルコールだというふうに解釈すると、2106-909000というところに持っていかざるを得ません。それからこの輸出申告書の問題の中で ABCDE 金額の大きいものから順に ABCDE 入れなさいということですよね。ここで詰めを誤っちゃうと B と C が逆転しているということに気がつかないといけないですね。B に関しましては、これは 1.0 に加わりますんでね、仕入れ所上の価格ではこれは C3 番目に大きな金額になりますけども、
1.02、まあ、2% が3番の貨物には加わることによって、これが C から B2 番目に大きな金額になるということですよね。で1番の5000ドルよりも 2% を加えたら高くなるんでね、 B と C が逆転しますから、そこも詰めを誤っちゃうとここで2点ですね、分類上で2点、取れないしという形になっちゃいますね。次は輸入の方ですね。輸入申告書の問題ですけれども、ここはまずですね、加算要素、現実支払価格あるいは加算要素の中で迷ったのが多分6ページの方の足の6番、廃棄した費用750ドル、これをどうしようかというようなことで迷った方いるかも分かりませんけれども、加算すべき費用とか現実支払い価格というのはあくまでも輸入貨物に関わることなんです。廃棄したものに対してかかる費用は対象になってこないということなんですね。ですのでこの750ドルは加算しなくていいと、輸入貨物にかかるものの費用にはならないということですね。輸入の輸入貨物の製造に関わる内容の費用ではないですからね、この750ドルは加算する必要はないということです。これさえ解けちゃうと申告価格に関しましては全然難しくないですからね。2点配点、1つあたり2点配点の申告価格の問題というのはクリアできたんじゃないかと思います。そこで今度は分類の方、8ページの方のインボイスを見るとちょっとごちゃごちゃいろいろ書いてあるんで、戸惑っちゃった方もいるかも分かりませんけども、別冊の実効関税率表の方と比べ合わせるとちょっと手間はかかるけどもね、英文表記探していくということ、そこを追っていけば、丹念に追っていくとそんなに難しくなかったんですね。これ輸入の申告書問題はこれも便宜上上から1番2番3番4番5番6番というようなことを振ったと仮定してお話を進めていきたいと思いますけれども、まず一番最初の貨物、ラブリケーションプリパレーションという言葉がある。ここを頼りに探していくとすぐにこれ、潤滑油でしたかね、調整潤滑剤というところに行き着くと思います。3403ですね。それからあとはいろいろと英文表記で書いてありますが、3403に入った後、まず石油または歴性油を含有するものということが、まあ、石油を主成分としているというようなことがね、一番のインボイス上では書いてありますよね。ペトロリウムオイルというようなものがありますから、まず石油または歴性油を含有するものということを選べるはずです。その後で次はその潤滑剤というのは何に使われるものか、一番最初は防食用繊維、皮、毛皮、その他の材料の処理用の調整品に使われているかどうか、違うんですね。これは2行目に used for electrical 機械などに使われている、まあ、電気ですね、電気機器などに使われているということから、こちらの防食用繊維等に使われていないというふうに判断できるはずです。そうなると行くところはもうその他しかないんで、34031909091というふうに消去法でね、ここに来るんですよ。ここしかなくなってきちゃうということですね。それから2番目の貨物もこれもですね、コーキングコンパウンドというような言葉で探していけば、もう3214項の英文表記、これを探してここを見つけちゃえばもう決まっちゃいますね。もうズバリこの英文表記を探していく、ディスクリプションの方でね、その作業が素早くできていればすぐに3214100002、ここに分類できちゃいます。次は3番目はペイント、これもペイントって書いてくれてますんでね、もうペイントは
3209号にペイントってあります。あとはアクリル重合体またはビニール重合体を元としたものかその他に分かれるだけで、しっかりとインボイスの方では、まあ、アクリルという文言がね、紛れ込んでます。ベースドオンアクリリックポリマーという表現すぐその後についてきますから、ここを見極めるのもそんな難しくないです。それから4番はこれはメディケイテッドソープ、ソープこれはもう34類ですね。貨物の分類上の知識としてはこれはまあ基本的な知識です。34類、33類の方ではなくてね、34類で分類すればいいんで、34類入るとここはちょっとね、詰めて考えていかないとなかなか難しい。3401号になるか3403号になるかですけども、まあ3401ですね、3403にはなんないですね、設計はここしかないから。3401入った後まずはその下ですね、項の規定の下に1行右に入ったところが2つ目の、まあ、分岐点になるわけですけども、石鹸有機界面活性剤およびその調整品、括弧書きの中って貨物分類をやるにあたっては非常に重要です。括弧書きの中の記載によって他の分類番号と異なってくるということが非常に多いんです。そこで括弧書きの中を見ると棒状にしってありますね。棒状にしと書いてある、これはバーですよね。The form of bar という表現があるので、4番の貨物に関しましてもメディケイテッドソープその後 in the form of bar とあります。石鹸でもこの括弧書きにある形状のものが3401の一番上のグループ、括弧書きの中ねに入るというふうに、そこが読み取れれば3401の110005、これを探し出すのはそんなに難しくない。石鹸等でも形状によって変わってくることがあるよと。上の方の形状というのは棒状とか球状、塊状ですよね。じゃあ石鹸で塊状じゃないものがあるかって言ったら液体状のものとかというクリーム状のものとかってありますよね。そういうような形状によって細かく分かれてくるんだということなんです。5番6番はもう簡単でしょう、これね。シャンプーそれからヘアグリースですから、まあ33類の方で、化粧品類ですね、化粧品類の方に、頭髪調整用品と、髪の毛を整えたりきれいにしたりするものですね、化粧品類の中にはこういうようなものも入ってきているということが分かっていれば、もう3305号から探せばいい。3305号決まっちゃえばシャンプーとそれからヘアグリース、ここに書いてないのでまあその他に持っていけばいいというふうな判断ができる。こうやってくると、まあちょっとリズメのね言い方してます今はね、まあ気がつくか気がつかないかで大きく変わってくるんですが、決してこれ全問取れない問題じゃないですね。全部貨物分類できちゃないといけない問題、まあ多少の時間がかかっても例年の問題よりはそんなには時間がかかんなかったのかなと思います。貨物分類そうやってやっていきますけども、ここでもね先ほどの、申告価格に関して ですけれども、 B と C がひっくり返っちゃう。6番のヘアグリースに関しましては、これは300ドルですね、問題文の方の9番で300ドル、これが加えないといけないので、この300ドルを加えると5番のシャンプーの6400ドルと変わっちゃいますね。 B と C が逆転します。仕入れ書上で ABCDE 決めたんではダメだということね。ここにも気がつかないと、輸入申告書の問題は貨物分類は1点ですけども、それに伴った申告価格2点ですから、B と C 間違えちゃうと申告価格の方も間違えちゃうということですよね。ですので B と C 間違えることによって6点ここで失っちゃう可能性があります。気がつかないとね、
これはもう気がつかないのはもうケアレスミスと考えてください。はい、それからですね、次です。択一式問題じゃないや、選択式問題の方に行きますけれども、ここはですね、例年になく取れた問題が多かったです。ちょっと難しいなと思うのが第5問です。第5問、これ、事前紹介ということでね、輸入申告をするにあたって貨物分類が分かんないとか、課税価格足していいのか 足しちゃいけないのか分かんないとか、あるいは原産地ね、これ認定できるのかどうかというようなことをあらかじめ税関に聞くことができるのが事前紹介制度ということで、この事前紹介制度に関しましては、この3科目目の問題として出題されてくることが最近多いです。ですからここはちょっとですね、細かいところまでやっておかないといけない分野の一つになります。それ以外は解けちゃう。特に6番、第6問と第7問、これは去年受けた方いらっしゃいますかね、この中で。去年の論点と全く同じなんですよ。通貫実務科目の第6問第7問の論点そのままなんで、品物は変えてますけども、去年の問題、平成30年度の問題、しっかりとこなしてた方は、あ、また出たなというようなことで答えられたんではないかと思います。第3問に関しましては、ちょっと前に戻っちゃいますけどね、これは複数選択式なんですけども、足の3番と足の5番ですね、ここも間違いに関しては基本知識レベルということが言えると思います。公正の請求をすることができる期間、これが足の3番ですね。確かに、許可の輸入許可の日から5年以内ということもありますが、輸入局前一人承認制度入ってきちゃった場合はまたさらに細かい規定があるんですね。輸入の許可まで、あるいは輸入の許可前一人承認から5年というようなものがありますから、輸入許可の日から5年以内に限りなんていうような表現があるので、ここは誤り。そして5番に関しましては、納税の告知、納税の告知というのは、これは関税払いなさいよという命令みたいなものですね、命令書なんだけども、加算税関係に関しましてはその告知は必要ないというようなことも、これも基本知識のうちの一つです。この2つがね、3番と5番が誤っている形ですね。それから第4問に関しましては、これは水煮が問題ですね。水煮の問題、特に第3類、魚甲殻類軟体動物、水生無脊椎動物に関しては、甲殻類と他の3類の物品では扱いが変わっちゃうんですね。甲殻類に関しては水煮あるいは殻を除く、いずれかの一方だけしかやらなかった場合は3類にとどまります。水煮と殻を除くという2つの作業を行った場合には16類加工品の方行くんですね。しかし、魚とか軟体動物、タコイカですね、それから水生無脊椎動物、ウニとかイクラとかクラゲ、こういうようなものに関しては水煮をしただけで3類から16類調整品の方に行くという知識ね、ここも最近よく出題されてくる論点です。そこでも迷ってしまうのは牛肉なんですけどもね、牛肉を水にして調理し冷凍した場合というようなものが残ってくる。この第4問から見ると3番と4番と5番ですね、これはもう水にした段階で16類と、それから4番5番は20類加工品いきます。2番がこれは3類にとどまるものになるんですね。変更が生じることとなるものはどれかということで、ごめんなさい、2番と4番と5番ですね、2番と4番と5番が、3類、
生じることなるものはどれかですよね。これ、あ、そっかそっか。冷凍したということですね。人参とストロベリーは水煮だけしたんであれば、これは20類いきますが、それを冷凍したら冷凍野菜と冷凍果実ということで7類8類にとどまっちゃう。先ほど言いましたように、殻付きのカニの場合はね、殻を除いてないんでこれ3類とどまります。殻を除いてあるエビに関しては2つの行為を行ってますから16類、類の変更が生じます。そうするとこの第4問というのはこれ複数選択式問題ですね。択一式問題じゃないということで、1個という答えはないんです。残りは牛肉しかないんで、消去法で牛肉もこれは2類ですけども、加工品である16類の方に持っていくということは消去法でね、解けちゃう問題です。それから次第6問第7問これは原産地ですね。原産性の確認ということで、まあ論点としては第6問も第7問も似たようなもんです。第6問に関しましては特恵関税制度における原産地の認定ですね。まずは一つの考え方、まあ貨物によって変わりますけども、4桁の項が変更することをもって実質加工と捉える貨物もある。しかしこの問題に関しましては関税暫定措置法施行規則別表と書いてある。つまり右側に表の右側に書いてありますように、原産品としての資格を与えるための条件、これを満たしていないと原産地として認めないよということなんですね。ここを読み解いていけばもうそんなに難しい問題とは思えない。ましてや昨年度の論点と全く一緒です。特恵関税制度ね。したがって、原産地になるものはこれは第6も複数選択ですからね、2番と3番ですか。英国で生産された第8類の果実を使用して製造した2007号のジャム。英国で生産された8類の果実ですね、これはもう完全生産品ですからね、実質加工というような観点でもない。3番に関しましては日本から輸入した第7類の野菜と英国で生産された第8類の果実等を使用して製造した2009号のジュースと、日本から輸入した物品というのはこれは自国関与制度ということで、特恵受益国で生産されたものとみなすというような特別な考え方がありますから、それが分かっていればこれは3番の貨物に関しましても完全生産品ということが言えるわけですね。1番と2番、1番と3番、1番4番5番ですね。これは下に書いてある原産品としての資格を与えるための条件を満たしているかどうかを判断すれば解けちゃいます。これは原産地としては認められないということが分かります。第7問に関してはこれも同じような考え方ですね。特に1番と2番に関しましては、これはトマトケチャップになってますけれども、1番の貨物は先ほどの第6問と一緒で日本で収穫したトマトを使っているということで自国関与なんです。自国関与とは書いてないけども、第7問に関しては下の方に書いてある累積の規定、一方の締約国の原産品であって他方の締約国において産品を生産するための材料として使用されるものについては当該他方の締約国の原産品とみなすと。これどういうことかというと、締約経済連携協定ですから2国間と考えた場合、 A 国と B 国があってそれぞれの産品の材料はどちらかの他の国で作られたものも自国で作られたものとみなすよということなんですよ。お互いがね、一つの国として考えちゃってる。ですから締約国の方を、締約国、自分の国ではない締約国で作ったものは自分の国で作ったものと同じだという考え方、これが累積ということですね。したがって1番は累積使えて完全生産品になるということですよね。
それから、まあ2番に関しましては B 国で収穫したトマトですから、日本とそれから締約国以外の国、第三国で収穫されたトマトということですから、これは2103項の項ですね、一番下に書いてある品目別原産地規則、これを見ればいいんで、2103項に関しては下の表ですね、2103項の産品への他の類の材料からの変更だ、ただし7類と2種類からの変更はダメだよということです。トマトは7類の野菜に入りますから、これは原産品として認定されないとなるんですね。括弧の中の7類の変更を除くというところを押さえればいい。それ以外の3番4番5番、まあ、4番は原産性の確認取れますけどね、これに関しましては3番4番5番ともに、3番であれば5205項の品目別原産地規則を見て、それから5208ですね、4番と5番はこの条件に合ってるかどうかで判断すぐできちゃいますからね。ということで、まあ、1番と4番が減産性を与えるということですね。これも全く30年の第7問、通貫実務科目の第7問と論点が一緒です。はい、それでは次8問、第8問からは計算式問題になります。計算式問題、まずは関税、修正申告により納付すべき不足税額ですね。これは簡単ですよね。関税額計算は1000円未満切り捨ててから税率をかける、その税率をかけて最後100円未満切り捨てたもの同士の関税額の差額、これが、不足する関税額ということになりますが、そこから延滞税を求めるわけなんだけども、ここで延滞税の問題としましては、まず法定納期限がわからないといけない。これ輸入局前一人承認、この制度を使ってますんで、法定納期限に関しましては、表の2の5月の31日、輸入局前一人承認にかかる関税納付通知書が発せられた日、この日が法定納期限になります。ですので6月の1日からが延滞が発生するという形ですよね。それからですね、ここで間違いやすいのはこの第8問の方の問題文の一番最後のところですね、上の方の問題文、下から2行目、括弧の中で当該関税額の納期限の翌日から2月を経過する日後は年 8.9% と書いてある。2ヶ月で、ここで間違えやすいのは法定納期限と納期限を勘違いしちゃうという方ですね、結構毎年のようにいらっしゃいます。法定納期限と納期限、法定納期限はあくまでも本来納めなければいけない日です。しかし納期限に関しましては実際に納められる日なんですね。でこれ修正申告かかってきますから、修正申告の日が納期限になります。納期限から2ヶ月なんで、法定納期限から2ヶ月じゃないですから 8.9% 使わないんです。ここはね、使っちゃう方が結構毎年のようにいらっしゃいます。 2.6% だけで計算していけばいいということですから、これは難なく答えられると思いますね。そこを勘違いしなければ、まあ、第9問はまあ説明するまでもないんだけども、まあ、過誤納金という言葉があるんで、ここでちょっと戸惑ったかもわかりませんが、これは構成、減額構成ですね、減額構成ということなんです。多く税関がもらいすぎちゃった税額というふうに捉えればいいんでね、何も過誤納金、過納金か、過誤じゃないですね、過納金ですね、この言葉で引っかかる必要はないです。減額構成して、多く払いすぎた関税を返すということが分かっていれば大丈夫。それから第10問、今度は課税価格の計算問題ですね、この第10問はこれ逆委託加工貿易ですね。日本から材料を送って外国で加工してもらったものを輸入するということですね。でこの場合は
加工賃ですね、これが現実支払い価格になって、日本から送った材料費、これは課税価格の計算の問題で考えるんであれば、買い手が売り手に対して無償提供した物品というふうに捉えればいいです。これはね、あとはここは全然問題ない問題ばかりですね。足の4番なんかはこれ本邦において開発した義務だから加算する必要ないし、足の5番は、カタカナの2だけですよね。輸入港から M の販売店までの運送に要する運賃、輸入港到着後の費用だから、これだけを入れなければいいということですね。それから第11問に関しては、これは、キャリアメディアの特例の問題なんですけども、キャリアメディアというのは CD とか DVD にデータを入れて輸入する場合に、そのデータ費用というものは課税価格入れなくていいよという考え方なんです。しかしそのデータ自体、 CD とか DVD に入れる内容のものは映像であったり音楽であった場合には、その特例が使えないという形なんで、第11問に関しましては、中に入れる、データがこれ映像になってますんでね、映像ですから分離してね、そのデータ費用を控除することはできないというふうに考えます。そのまま2700円、単価2700円をもとにして計算すればいいということです。そこがポイントですね。それから12問に関しましては値引きですね。値引きなんだけども、値引き率のところで足の2のカタカナのロ、1契約あたりの購入数量に応じて次の表の通り値引きを与えられているということで、購入数量80台今回輸入するから80ということで、これは 10% なんじゃダメですね。全体の契約数量がこれ100台になっているわけなので、契約数量は100台以上と、購入数量100台以上というふうに判断しないといけない。全体の方を見ないといけないので、15% の値引きが与えられるというふうに考えてください。それからこの問題でもう一つ論点は、足の3番の、へとですか、コンテナの賃借料ですね、コンテナの賃借料、日割り計算になってる。日割り計算だけども、コンテナの賃借料はいつまで課税価格に参入すればいいのかというと、これも単純に輸入港到着までの費用を加算要素として入れなさいという規定になっているわけだから、輸入港到着部位までの賃借料を入れればいい。輸入港到着後の賃借料というものは別途ありますけれども、それは加える必要はないということになってきますね。ですから、都の方ね、1万円は加えないでいいというふうな判断ができれば問題はないんですね。それから最後、13問から17問までの択一式の問題ですね。これは正解式が簡単です。まず第13問に関しましては、足の3番検査場所ですね。検査場所はこれは税関庁が指定した場所でやるということが原則です。そこでできなかった場合は指定違い検査という制度が用意されているので、3番がこれ誤った記述。それから14問に関しましては、正しいものはどれかということですが、1番の会長時間外の執務の届け出ですね、事務の執行を求めようとするものの届け出が必要だということね、会長時間外の届け出に関することなんで、もう1番すぐ見つかっちゃうと思います。それから第15問に関しましては、これはですね、誠意の考え方、これもここ2年平成29年の輸出申告書の問題、平成30年の輸入申告書の問題の大きな論点でした。ですから、平成29年、平成30年の問題を解いている方なんかは、
これはすぐ溶けちゃう。何がポイントかというと、数種類の繊維が混ざり合ったものであった場合には、まず繊維同士のパーセントを考えちゃダメですよ、類として考えなさいということで、下の方に関税率表の類の表題、52類、54類、55類ってあります。特に54類、これは人造繊維で単繊維と長繊維の違いなんだけども、これは同じ類として見なすという考え方があるんです、人造繊維に関してね。ですからまず類のパーセンテージで考えていくというところからやっていくと、この問題では綿が 40%、 再生繊維の単繊維が 30%、 合成繊維の単繊維が 30% ということですから、綿よりも人造繊維の方が 60% で、まず54類55類の方を取らないといけないということですね。その上で、単繊維使ってますから、再生繊維と合成繊維、これ 30%30% だけども、これは通則の3の C、 等しく光量に値する項のうち数字上の配列において後になる項で分類するということですから、最後足の4番と5番が残るはずですが、足の5番の方の5516の方は番号が大きいですから、こちらで分類するというふうになってきます。それから16問なんかね、第16問、これももう絶対に覚えなきゃいけない類中の一つです。16類の類中ですね、2類の肉とか3類の魚介類、これを使って、加工したものに関しては 20% を超えた場合には16類に持っていくというような規定です。これ 15% なんだね、まあ、20% を超えるというような類中が分かっていれば難なく解けちゃいます。それから最後の問題ね、これも簡単です。これ経済連携協定に伴うものなんだけども、足の2番が締約国原産品申告書、これは自己証明のための申告書ですけども、この有効期間ですね、有効期間はこれ6ヶ月じゃなくて1年だということが分かっていれば、もう足の2番が正解したというふうになります。まあ、以上ね、非常にバーッとお話しちゃいましたけども、通貫実務科目実は例年になく簡単だったんです。特に択一式の問題、正解式がすごく簡単なんですね。まあ、これがまだちょっと難しいっていうふうに思われた方は、少しまだ基礎が足りないなというふうに思ってください。そこで最後ちょっと PR だけさせていただきたいんですが、皆さんパンフレット今お手持ちにありますかね。まあ、レックの方では、まあ皆さんがその11月29日の合格発表にならないと分かりませんからね、合格しているかも分かりませんけどもね、万が一残念ながらというような結果に終わった場合は、まあ、ぜひともこちらの方のパンフレットを参考にしていただいてね、まあこちらの私どものレックの方の講義活用していただければと思いますが、まずこれ読んでいただいて、まあ大体分かると思いますが、割引制度ね、ここはちょっと特徴的なものなんで、ちょっと お知らせをしておきたいと思いますが、コースです、必勝コースというのと初学者コースというのがあります。初学者コースというのは、まあ、一番最初から基礎のところからずっと積み上げていくというコースで、ちょっと長いんですけどね、66回で、必勝コースの場合はこの初学者コースにプラス上級者用の実務対策講座、通貫実務に関わる計算と申告書の問題、これを上級者向けのものをついてますよということですね。ですからプラスアルファ、初学者コースプラスアルファ必勝コースと見てください。そしてこの初学者コース必勝コースともにですね、期間によって割引が大きく違います。9ページの方のね、早期割引特典一覧表というのを見ていただけるといいんですけれども、あ、ごめんなさい、まだ言ってなかったですかね。で、11月の30日まで6万円、それから、1月の31日までが4万円、
それから3月の31日までは2万円割引になります。プラス、まあ基礎的なですね、入門編とか申告書編、計算編というような講座が無料でつくと。これだけではなくて、もう一つ、皆さんに関係するかどうか分かりませんが、一番最後見てください。一番最後のページ、これも去年からちょっと復活したものですけども、通関業者、輸出入関連企業事業員2万円引きということで、これは期間制限ないです。通関業務だけではなくて、輸入に関連したお仕事などをされている方であれば、2万円ですね、その早期割引プラス2万円の割引が得られますよというような割引がありますから、期間、それから、ご自身が働かれているどういうような業態かというものをお確かめいただいて、ね、ぜひともこの割引制度を使っていただけたらというふうに思います。最後少しだけ PR させていただきました。では時間になりましたので、本日の通関試験第53回の分析会、これで終了させていただきます。お疲れ様でした。